この国でキリストに生かされるということを、まあ、テーマに今日はお話しさせていただきたいと思います。まず私の自己紹介なんですけれども、私はクリスチャンホームで生まれ育ったわけではありません。もうコテコテの大阪人でございます。で、あのホーム、Facebook かなんかの広告のページ見まして、私あれ10年以上前の写真だったので、ちょっと今日お会いになった方は嘘っていう感じで思われるかもしれません。すみません、あのだいぶちょっとこの辺もあれですけれども私が初めて教会に足を運びましたのは高校生の時です。で、大阪生まれなんですけれども、父親がまあ、家業を潰してしまいまして、和歌山県の白浜町に引っ越しをしたんです。いいとこですよ、海の。でそこで普通に中学校高校と過ごしてたんですけれども、まあさまざまな人たちとの出会いの中から、中にはあの売れてる中で芸能界を辞めて牧師になったっていうような人を見たり聞いたりしながら、キリスト教って何だろう、クリスチャンって何だろうかっていう疑問を持ったんです。でそこから自分なりに本を読んでみて、聖書も、まあ、買わなかったんですけども、本屋さんに行って聖書ってあるんかなと思ったら、あるんですよね、普通に田舎の本屋さんでも。でパッと読もうと思ったら、あの最初にですね、初めに神はって書いてあるので、いや俺信じてへんしと、いや神様分からへんの、初めに神はって書かれても困るやんけと思って、ちょっと閉じて、いやちょっと待って、ここで諦めたらあかん。でいや新約聖書っていうのあるらしいから、そこもちょっと探したかった。マタイによる福音書、アブラハムの子であるダビデの子イエスキリストって言ってカタカナばっかり書いてるんで、これなめとんかと、ちょっと人をバカにするのもいかにせよと思って聖書を閉じて、もう教会なんかキリスト教なんかどうでもいいわって思ってたらですね、今でも忘れないんですけど、高校1年生の時に、私割と遅刻魔だったんです。今でも割とのんびりしてるんですけども、あの堂々とあのいわゆる朝8時半から学校が始まります、先生が来て出欠を取ります、連絡をしますっていうのは、あれは無意味だ、意味がないと思ってたんです。授業始まるの8時45分からやから、それまでに行ったらええがなと思って、だいたいいつも行かなかったんです。だいたい先生も分かって、あまた岸も取れへんわってこうつけてるわけですけど、でいつものように遅刻して行ったら、だいたい8時40分ぐらいだったんですけれども、隣の机の上になんか緑色の紙があるんです。何やねんそれって、あこれ今日校門の前で配ってたで、あげるわって言われたんです。そしたらそれがあなたの若い日に作り主を覚えなさいといういわゆるトラクトだったんです。でそこにあるその今はもうその書かれてあった文章は覚えてませんけれども、それにレスポンスをしました。で住所書いて、なんかこれキリスト教のこと書いてるわっていうことで、それをちょっとなんか知ってみたいな、信じてみたいじゃないんです、知りたいなと思って住所と名前を書いて送りました。そうするとなんか通信課教育かなんかのあれが来たんですけど、なんかややこしいなと、文字多いなと思ってそれをペンディングにして置いてたんですけれども、どうも教会では私の名前を覚えて祈っててくれたらしいんです。それでしばらくして隣のクラスに遊びに行ったら、田舎の高校だったんで上靴に名前書くんですね、この辺に、田舎なんで今はそんなんないでしょうけど、田舎の名前やこう上靴の名前見た隣のクラスの子がですね、おい岸本かって、俺お前のために祈ってんねんってこういう人がいたんです。何やねんこいつって、祈ってるってなんか新興宗教のなんかがいなと思って、どうも聞いてみたら、その彼は教会の人である、クリスチャンである、でクリスチャンの集まりがあって、どうもお前なんか出したやろってこう言うんです。あ出した出したって、でそれで祈ってるって言われたんです。その時に正直でドン引きしたんです。いやちょっとやばいかなと思ったんです。で実はその当時和歌山県のその田舎町でも、あのイエスの御霊教団というちょっと怪しいグループがあって伝道されてたんです。で何するかって言ったら、浜辺で遊んでる若い人たち捕まえてバプテスマを受けませんかって言うんです。教会ないんです、教会混んでもいいんです。でバプテスマを受けませんかって、何ですかって言ったら、海に入ってバチョンボチャンと沈められるって言うんです。で特に男の子なんかは綺麗なお姉さんが声かけてくれる、一緒に水に入りませんかって、あいいやんなって言って、それで一緒に行って、で父と子と精霊の名によってってババンって言ったら、ありがとうございましたって、それでほっぱかせるって言うんですよ。
何やと、これキリスト教なんかっていう話で、そういう怪しい活動の人たちがいるっていうのを聞いてましたから、あ、これか、あ、でも女の子ちゃうしなと、いやそんな綺麗な子でもちゃうから違うんかなと思いながらも警戒してたんです。で、断るに断れずに、今度聖書持ってくるからタダであげるわって言われたんです。でやっぱり大阪生まれですから、タダっていうの弱いですから、ああ分かった分かった、あ、いついつっていうことになったんです。でちょうど遠足があって、田舎、私和歌山県の田辺市の高校だったんですけれども、電車に乗って1時間ほど乗って遠足に行く機会があって、でまあそこ電車に乗ってたんです。で4人掛けで普通に乗ってて、で、まあ、あんまりこれ取ってらっしゃるんですね、あのなんですけど、当時高校生でお金かけてトランプしてたんです。お金かけてでこうやってたら、その教会の人が、教会のやつが来て、聖書って言うんです。聖書って、まあ、こっちはお金かけてトランプしてる手前、聖書って言われてもクリスチャンでも何でもないんですけど、いやこんなとこに持ってくんなよって思ってた。そしたら隣にいた男がですね、う、岸本お前聖書かって、その聖書って言って、お前が聖書かってこう言うよったんです。カチンときましたけど、そいつも僕も後にクリスチャンになるんです不思議なことにそれで教会に通い始めて、1年後ぐらいに信仰に導かれ、バプテスマを受けるようになりました。そういう全然クリスチャンホームでも何でもないんですけれども、私がこの聖書の教え、メッセージを聞いて何が一番ショックだったかっていうと、神様がいらっしゃるっていうことなんです。クリスチャンホームではない私にとって、神様がいる、しかもお一人である、全知全能である、天地を作られたっていうことは全然もうありえないことだったんです。で、申し訳ないですけれど、私初めてその母教会ですけれども礼拝に出た時に何をしたかっていうと、お祈りしましょうって礼拝の時にお祈りしてる時に、そーっと首上げて目開けてこうやって見たんです。もうほんまに祈ってるわ、うわ、ほんまに祈ってるっていうことで、何かこう恐れと不思議さと、もしかしたら神様いらっしゃるんじゃないかなと思いました。皆さんはそういうことないですけど、お祈りしてる時に目開けんといてくださいねって話ですけどつまずきますから、つまずかせますから。でもそこからさらに自分に罪があって、神様にふさわしくない、その自分のために神はイエス・キリストという一人子を使わしになって十字架につけられた、その十字架によってこの私が救われるということを知って、ものすごくショックと、それほどまでにして神様が私を愛してくださるということを受け入れてキリスト者になりました。もちろん皆さんも、特に日本のクリスチャンホーム育ちじゃないクリスチャンの方はご経験済みだと思いますけれども、信仰っていうのは最初から全てが分かった上でバプテスマを受ける、悔い改めるわけじゃないと思うんです。そうじゃないはずです。この方が神様であるとか、神様が私のことを愛してくださる、イエス様が私のために死んだっていうことを断片的に部分的に知って、感動して従いますっていう小さな祈りをして信仰としての歩みを始めますよね。私もそうでした。信仰へ導かれましたものもの、その後のキリスト者、クリスチャンとしての歩みっていうのは順風満帆ではありませんでした。進路、進学、恋愛、結婚、いろんなことで悩み、失敗もしました。で、私今でも忘れられないのは、高校卒業して浪人してたんです。で、京都で予備校生活やってたんです。でもう勉強に身が入らなくてですね、何してたかというと、京都のなんか街ブラブラしてたり、映画ばっかり見てたような記憶があるんです。で、当時今のようにですね、映画って映画館入ったら一回きりじゃなかったんで、朝から夜まで折れるわけですよ。先生覚えてらっしゃいますねそういう時代ですよね。だから好きな映画、 なんか怪しい映画館、祇園会館とか行きますと、なんかもう系列が違うのに3本ぐらい見れるんですよ。でずっとこういたりして、そんなことばっかりしてました。で、そういう時に、これじゃあかん、自分は本当何になるべきか。で、高校生の時に私はあるメッセージを聞いて、神の栄光のためにっていうメッセージだったんですけれども、それを聞いて牧師になりたいって思い与えられることなんです。でも高校生だしまだまだっていうことで、
いつか神様、あなたの御心だったら牧師になりたいです、道を開いてくださいと言ったことがあるんです。で、浪人時代にこれはあかんと思って、まあ、聖書をパーッと一生懸命めくってですね、こうなんか おみくじのような感じですよ。あなたの父母を捨ててなんとかっていう御言葉に出て、これやと思ったんです。で、今僕は若いから、そうだ、アルバイトしながら教会で仕えて何年かしてお金を貯めてから進学校に行こうっていうことを思ったんです。で、これは予備校やめなあかん、予備校は世の輝きだ、こんな捨てなあかんと思って真面目にそう思ったわけです。そしてバカな自分だったんですけれども、その勉強をやめて、まず予備校をやめるために父親母親を説得したんです。で、クリスチャンじゃないですから、何考えてんのお前はって怒られたんです。いや、お前そんな何言うてんねんって、いや、もうやめるやめるって強引にやめて、で、その後牧師に行ったんです。本当は順番違うんですよ。で、牧師は喜んでくれると思ったんです。で、教会は本当今小さくて大変で、幼稚園もやってましたから、当時母教会は人でも足りないって言ってたから、ああ、これ牧師喜んでくれるわ、働き人が増えるし、働きアルバイトしながら教会手伝ったら牧師喜んでくれるなと思って、先生僕献身したいんです、教会で働かせてください、アルバイトしながら生活しますからって言ったら、ものすごく怒られましてあかんと、まあ、気性の激しい牧師ではありませんけれども、あかん、あなたは大学行けるんだったら、上の学校行けるんだったら行きなさい、その経験が必ず役に立ちますから、あなたはその若さで働きながら研修する必要はありません、教会はそこまでダメですって言われたわけなんです。で、それは後で考えると、自分が大人になって考えた時はそうだなと思います。でも、その時の自分はこうまっすぐで、周りが見えなくて、で、本当自分としては純粋に真面目に神様のためって思ってたんです。でも、それが違う、先生に否定された時にはショックを覚えました。神様どうしてですかとも祈りましたし、牧師は喜んでくれると思ったんです。でもダメだったので、まあ結局一浪して、それなりに大学を行って、またその後いろいろ進んでいったんですけど、そういう経験から、キリスト者としてクリスチャンとして生きるということの失敗も踏まえながら、この国でどう生きるのかということが自分のテーマになりました。その後、進学校に進みまして、大学を卒業してから進学校に進んで、牧師になりまして、で、ただ牧師になっても順風満帆というわけにはいかず、実は私の家内がですね、東京の教会で働いておりますときに心を患いました。で、入退院を繰り返しましたので、牧師館に住んで教会の働きを続けるのは難しいということになったんです。まあ、その時いろいろ経験しました。いろいろと考えさせられました。で、そういう時にもう教会の働きを一回やめよう、もう普通の仕事しようかなとか、いろんなことを思う中で、でもやっぱり神様のための仕事はしたいと思って祈りながら導きを求めていた時に、キリスト社学生会 KGK の方から声をかかったんです。岸本先生、大阪に移られると聞きました、そしたら KGK で働いてくださいませんかということで、最初は非常勤の指示だったんですけれども、そこからフルタイムになって、で KGK で結果として15年間も働いてしまいました。大学生伝道をやりました。で、その KGK にで働く前も働いてからもそうです、まあ、KGK 働いてる時もそうですけれども、いくつかのキリスト教学校の聖書科、宗教科の講師を務めて聖書を教えて、若い人たちと接するようになりました。で、そういう中で、そのキリストにあって生きる、この国で生きるということはどういうことなのかなということを私は考えさせられて、自分のテーマになっています。日本はご存知の通り、キリスト者が人口の 1% だって言われています。ある調査によると 1% もいかないのじゃないかってです。少し前ですけれども、クリスチャン新聞があるアメリカの団体の調査で、国別のクリスチャン人口の割合を一覧表にした、まあ、そういうチャートを出してくれたんです。で、 1% 程度の人口の 1% あるいは 2% しかクリスチャンがいない国っていうのは、日本とどこどこってこうリストアップしてくれたんです。そしたら
日本と北朝鮮も入ってたんです。ショックでした。あの北朝鮮です。その中に日本は生きてるんだなっていうことを思わされています。でちなみに皆さん、クリスチャンホームで育った人どれぐらいいます？あ、いらっしゃいますね。クリスチャンホームじゃない人いますよね。でやっぱクリスチャンホームじゃない人もいろいろなご苦労とあったと思うんです。で私もそういう失敗も含めてあって、そういう中でどういうふうに生きるかということです。え、御言葉を一箇所読ませていただきます。ルカの福音書第5章27節から32節です。どうぞお聞きになってくださって結構です。その後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという収税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。私が日本のキリスト者、特に若い兄弟姉妹に大事なこととして教えていかなければならないのは何かというと、まず私は一つは恵みによって救われるということだと思っています。先ほどレビの救い、ルカによる福音書の5章を読みました。イエス様がレビに目を留められたわけなんです。この物語はレビの方がイエス様を見つけて、イエス様私を憐れんでくださいと言ったわけじゃないんです。イエス様がレビを見かけて、レビに目を留められて、私についてきなさいと言われたわけです。どういう状況でイエス様はレビをご覧になったのでしょうか。私思うんですね、この箇所を見ながら。もしかしたら主税人ですから、いろんなところから税金取り立ててきたわけです。そしたらそのレビはそのお金を一枚一枚数えてるところにイエス様が来られた。イエス様はまさしくそういう、まあ、ちょっとこう言葉悪いですけれども、汚い金を数えてるレビをご覧になってたのかもしれないんです。なぜ恵みによる救いっていうことを私が言うのかというと、実は私たち人間の何もかも、心の中のすべて、汚い部分もいろんな思いもすべて父なる神様ご存知である。私たちを救ってくださっている、憐れんで、私たちがどんなものであってもキリストの十字架によって救ってくださる。私たちの行い、私たちの過去、私たちの実績、そういうこととは関わりなく私たちは救われるということを、実は私たち日本人は、日本のキリスト者は知らなければならない。私は教会の牧師として、また学生伝道に励んだ者として、常日頃戦わなければならないことっていうのは立法主義だと思っています。信仰長く教会で生活をしてた人でも、いろんな出来事があって教会に行けなくなった、あるいは祈れなくなるということがあるんです。でそういう時にほとんどの人が言うんです。こういう私でも神様は導いてくださるんですかとか、祈れない私はダメですよねとか言う人が多いんです。でも私たちの救いは一生懸命祈ったから成立するものではないはずです。私たちがいかなるものであろうとイエス様を救ってくださいます。皆さんは君は愛されるため生まれたっていう歌あるのご存知ですか。大好きですよ僕も。でもあれね、よく忘れちゃうんです。クリスチャンになる時とか、クリスチャンになってしばらくするとあの歌大好きなんですけど、あれ忘れていくんです。
君はそのままで愛されたとか愛されるために生まれたって、いや違うわ、私こんな醜いところあるしなとか、私こんなことやってしまったしって思う人多いですよ。学生伝道でそういう若者を何人も見ました。岸本さん、実はちょっとお祈りしてほしいことがある、ちょっと相談したいことがある、実はこういう過ちを犯してしまいました、私は実はみんなの中で仲良くヘラヘラやってますけど誰々さんが許せないんですとか、いろいろとあります。性的な失敗、あるいは家族の問題、自分自身の問題、人間関係のこと、いろいろとあって、そういう悩み問題を抱える人たちのほとんどが、そういう私はダメですよねっていう人が多いと思います。でも恵みによる救いっていうのは十字架の福音じゃないですか。これを私たちがどう日頃から分かち合ってどう語っていくかっていう問題なの。で、教会の中では説教の中でクリスチャンじゃない人と未信者に対してはあなたはそのままで救われますって言うんです。でもクリスチャンに対してはそれでいいんですかっていう場合もあります。私は神学校で説教学というものを教えています。もちろんそれは私が説教がうまいということじゃなくて、説教を学ぶもの途上なんですけれども、いろんな説教を聞きながら、なんか伝道集会で語っていることと普段の礼拝の説教と違う先生もいらっしゃるんです。つまり伝道集会で未信者に向けてはあなたはそのままでって言うんですけども、クリスチャンはどうなんでしょうか。信仰を持ったらありのままじゃないんでしょうか。つまり救いと行いの関係が整理されていないんです。クリスチャンは救われたからこそ神様のために何かできると思って、その救いの感謝で押し出されていくわけですよね。その辺の曖昧なんです。なんか救われたからには私たちはこれこれ知りますよ、人を救ってなんとか、それ言い方もある、言い方の問題でもあるんでしょうけど、そういう新たな立法主義が出てくるような、そして聞く、そのメッセージを聞く人たちも往々にして自分はダメですっていう人が多いんです。ある宣教師から伺ったことですけれども、アメリカのクリスチャンはハッピーなクリスチャンが多いって言うんです。教会ではシェイクハンズしてこうみんな分かってハレルヤって言って、台湾に行きますと台湾のクリスチャンは集まるとすぐ賛美を始めます。賛美するクリスチャンが多いって言うんです。で、韓国は祈りの教会、朝5時半からほとんどの教会が蒼天で祈り会をして、韓国のクリスチャンは祈るクリスチャンだって言われてます。じゃあ日本のクリスチャンは何でしょうか。その宣教師を言ったんです。悩むクリスチャンが多いって言ったんです。自分はダメ、自分みたいなものが、まあ、日本人的な謙虚謙遜の気持ちもあるんでしょうか。そういうネガティブな人が多いって言うんです。でも私たちは常に恵みによる救いっていうこと、十字架による福音ということをいつも分かち合っていかなければならないのではないか、それを思います。そう思います。これをどう私たちがメッセージであれ分かち合いであれスモールグループでこう共有していくかということです。そして2番目に、私たちの大事な点は信仰と生き方の統合とでも言いましょうか。先ほど主税人レビの物語を読みました。レビがイエス様に招かれて私についてきなさいと言われて、レビは全てを捨てて立ち上がりってあるんですよ。で、この物語、レビの救いの物語で面白いのは、全てを捨てて立ち上がってイエスに従ったってあるんですけれども、その後なんです。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをしたってあるんです。これ考え方で捨ててないやんということなんですよ。全てを捨てたはずのレビがその後宴会をしてるっていうことは捨ててないでしょっていうことになるんですよ。私KGK の主事として学生たちと9日間読んでて、学生言うんですね、岸本さんこれおかしいよ、
捨ててないやん、嘘やんってこう言うんです。でもこれはどういうことかというと、レビはその生き方をイエス様に合わせていった。つまり主税人という生き方をやめてイエス様に従っていったということでしょう。この日本で大事なことは、クリスチャンがキリスト者がイエス様を信じる信仰ということと自分の生き方を統合させていく、信じることと私たちの生活、それは別ではないということを、これを私たちは常日頃から確認していかなければならないと思います。で、クリスチャンとして生きるってどういうことかっていうことですよ。 KGK の担当主事としてよくセミナーを開くのは、進路の問題、進路就職の問題と、それから恋愛と結婚の問題なんです。で、進路とか就職っていうことをこう学ぶときにですね、それぞれクリスチャンとして生きなければならない、働かなければならないっていうふうに言いますと、真面目な日本の若いクリスチャンたちは考えるわけです。どうしたらいいか、クリスチャンとしてって言うんです。で、ある人が本当にこう言ったんです。ちょっといつかそしてクリスチャンになる、クリスチャンとして働くってどういうことでしょうかって。そしたらパン屋さん、クリスチャンのパン屋さんはほんなら十字架パンばっかり売らなあかんのですかとか言うんです。で、そんなことじゃないはずなんですよ。だから私たち日本に住むこの中で気をつけなければならないのは、こう極端に考える傾向があるんです。クリスチャンはこうしなければならない、クリスチャンは生き方、仕事においても信仰が反映するとすると、十字架パンとか言うんですよ。食べたくないですよね、毎日十字架パン。アンパンがあって、クリームパンがあって、サンドイッチがあって、ホットドッグがあって、いろんなパンがあって、おいしいねって、実はそうやっておいしいパンを作ることそのものが神様の栄光のために、神様の働きのためにつながるということも教えていかなければなりませんし、で、信仰と生き方が距離がある離れた、そういう生き方ではなくて統合なんです。でも極端に走るんです、我々特に。はあ、そっか、クリスチャンとして会社に入ってどうしたらいいかな、会った人に伝道せなあかんな、職場の人に、課長に、係長にトラック持って行ったらいいかなとか、そういうことを極端に考えるんです。でも皆さんもご経験済みだと思いますけど、日本のクリスチャンになかなかクリスチャンのことが理解されない、教会のことが理解されない社会で、はじめまして、岸本と申します、今度何かに配属されました、どうぞ、私この名刺ですって言ってトラックと一緒に渡したら、逆にドン引きされます。お世話になります課長、僕はこの配属されました、僕クリスチャンなんですけども、僕こういう時に救われまして、こここうでってか言ってたら、クリスチャンって懈怠なやつ、怪しいやつって思われます。で、そこをやっぱり私たちは、鳩のように素直で蛇のように悟く、上手に生きなければならないと思います。でも私たち実は仕事をそれぞれするということ、いろんな役割を持って仕事をするということで神様のために役立ってるということ、そしてその仕事の中で使命があるということはやっぱり分かち合わないとダメですね、信仰と生き方。それから恋愛と結婚のことについてもそうです。で、若い人たちに、若いクリスチャンに結婚のこと祈りなさいよ、クリスチャンで結婚しなさいよって言うと、なんでクリスチャンはクリスチャンと結婚せなあかんのですかっていう、その形式を重んじるようになるんです。で、私は必ず言うんです、デートっていうのはね、相手クリスチャンじゃなかろう、あろうがなかろうが、昨日は女の子とデートして楽しいよって、ね、デートは誰としても楽しいよ、でもそっから結婚っていうのは2人で家庭を持ってどう生きていくことかっていうことです。もちろんクリスチャンじゃない人と結婚したらあかんということじゃなくて、本当にその人と一緒に祈り合って支え合って生きていけるかっていうことやでっていうことです。例えば子供ができた場合、子供が病気になります、怪我をする、そういう時にその子供のために祈る、神様誰々を癒してください、助けてくださいって祈る時に、あんたが祈って片っぽの人がクリスチャンじゃなくて、なんで祈るんとか言われたら嫌やろっていう話をしたりします。で、
結婚恋愛なんかでも別にこれノンクリスチャンと結婚したら罪だとは思いません。私はいいですか、教会によってノンクリスチャンと結婚したら除名するとかあるって言うんですよ。それはそう極端だと思いますけど、一緒にクリスチャンであろうがなかろうが一緒に、自分はクリスチャンなんですから、その生き方の根本に神様がいらっしゃるはずですから、祈り合える、そういう家庭を作るということを分かち合い確認し教えていかなければならないのではないかと思うんです。でこの信仰と生き方の統合ですよね、これは大事です。ただこの中には大事なことは、先ほどこの前のクラスの時、スモールグループの時に本音ということができます。私この本音の問題大事だと思ってるんです。本音、やっぱり教会では本音っていうことをどこかで出さないとダメです。いや本音の信仰を持っておかないとダメだと思ってます。ただ本音っていうのは誰がいつ言えるのかっていうことです。いつでも言えないんです。誰に対しても言えないんです。この信仰と生き方の統合をしようとするとき必ず誘惑があります。で日本という社会は難しさがあるんです。クリスチャンとして生きるということ、日曜日礼拝に行きたいのに日曜日に仕事を任されて断れない場合もあります。私は神学校で説教学と一緒に教会史を教えています。特に日本の教会史なんです。で何年か前に映画、遠藤周作のサイレンス、沈黙という映画がありましたよね。あれは迫害の映画ですけれども、あれ皆さん本を読まれたり映画をご覧になった方いらっしゃると思うんですけども、昔日本はキリスト教信仰を捨てさせるっていうのは目的でしたけれども、心の中をかっぱり開けてそれを否定するっていうのが日本のやり方じゃないんです。つまり昔々江戸時代の迫害っていうのは、お前が心の中でイエス・キリストを信じようが神を信じようが構えへんって言うんですよ。でもそれを分かった上で踏み絵を踏んでお寺に行って神社に行って他の日本人と同じように生きなさいということを強制させるって言うんです。私実は沈黙の本も読んでましたし映画も見ましたけれども、これその後の日本もずっと変わらないんです、特に日本の教会の歴史歩みというものを振り返った時に、戦争中もそうだったんです、クリスチャン、大丈夫、キリスト信じるの、大丈夫、神社を拝んでください、他の日本人と同じように他の日本人とやってくださったらどうでも構いません、何の信仰を持っててもっていうんです。皇居の方に頭下げてください、日の丸に頭下げてください、それさえやってくれればあなたは日本でどんな信仰を持っても構いませんというのが日本の風習習慣なんです。だからそういう信仰と生き方を統合しようとするときに、時には難しさって出るんですよ。実際 KGK の学生たちが大学を終えて社会人になります。でいろんな場面に出会うのを聞いてます。いわゆる日本ではお付き合いとか接待というものがあって、そういう会社の命令でお付き合いとか接待という名目の中、いかがわしいところに連れて行かれて、それのためにやりなさいとか、いやもっと言うと不正をしなさいということも言われるって言うんです。本当は法律に違反していること、触れていること、これが明らかになったら捕まってしまうかもしれない、でもこれはここでやっておかないと会社の利益が大変なることになる、儲けることができない、だからここは目をつむってって言うんですよ。でそこの時にキリスト者としてクリスチャンとして本当に神様が見てらっしゃるのにどういうことかって悩む人多いですよ。でできません、嫌ですっていうことを言うことによって会社の中で変人扱いされる、いやそれだけじゃないんですよ、片隅にやられて給料が下げられるっていう人もいました。でそういう中にあって
生き方と信仰を統合しようとする、その生き方において励ます、支えていくことが必要です。で、そういう本音をですね、どこで言えるかですよ。いや、会社で実はこんなことがあってね、いや本当大変です、で実はクリスチャンの中にも実はこういうことやってしまいました、あんなことしてしまいました、でそれをどこで受け入れていくのか、その本音の問題大事だと思ってます私。でスモールグループであれ教会の交わりであれ、それは大きくなればなるほど日本人の本音って出しにくくなります。で大きくなればなるほど難しくなるので、どういう交わりで出すかなんですよね。いやちょっと会社でこういうことがあってやってしまったんです、こんなこと、クリスチャンとして恥ずかしくて人間としてもっていうことを分かった、祈ろうってこういう交わりがあればいいんですよね。ところが日本の教会の中には非常に真面目な家庭らしく、それは悔い改めなあかんなとかですね、それはあかんで、クリスチャンとして証にならへんかとかってこう一方的に責める人がいるんですよ。だからその本音をどこで誰が受け入れるかっていうのはこれ大事かなと思っています。そういう意味で教会の交わりの中に受け入れてくれる人がいればいいなと思います。信仰と生き方の統合、これは本当に大事です。でこれは私たちが本当にどこで何をするか、でつまり普通に社会の中でクリスチャンが増えていくってことは大事なんですよ。国際キリスト教大学に昔、今年展に召されましたけれども、古谷康夫っていう先生がいらっしゃいました。で古谷康夫先生はいつもおっしゃるんですけれども、日本にせめて 10% のクリスチャンがいればってこう言うんです。そうすることによってクリスチャンが普通の存在になるって言うんです。私が韓国に行った時もそうです、アメリカに行った時もそうですけれども、ファミレスあるいは食堂で食前のお祈りを仲間たちとしても普通に受け入れてくれるんです。ウェイトレスの人、ウェイターの人がこう普通に待ってお祈りしてるの、あ、終わりましたかと言ってこうサーブしてくれます。日本でどうでしょうね、ファミレスでお祈りしてたら、もちろんファミレスのお祈りで天のお父様って方大声で言うとこれは貧粛ですけども、こう密かにこう神様ってこう食事を整えてくださりありがとうございますって言ってたら、日本の社会の中でサーブするウェイター、ウェイトレスの人とこう変な顔して見られたり、無視してポーンと置いていく人もいますよ。祈っててもポーンとかって置いていく人もいます。でももし 10% のクリスチャンがいれば、そうやって片隅でお祈りする人も普通になってくるかもしれませんね。でそういうクリスチャンの存在が日本で普通になるっていうまで、それ時間かかると思います。でもそうなるまで私たちは本音をどうどこで出していくか、そしてその信仰と生き方の統合ということを私たちは意識して励まし確認していく必要があると思うんですね。さてレビの物語を見ますと、彼は自分の家でイエス様のために盛大なもてなしをしました。宴会を開くわけです。そこに酒税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていたってあるんです。この場合の飲み食いっていうのは共に生きるということです。交わりをするということです。で私は日本のキリスト者が知っておくべき必要なことは交わりっていうことです。交わりの必要性です。先ほど、大西先生の分科会で教会とは何かっていうことが出てきましたけど、これ私は教会っていうのは交わりであり共同体だと思ってます。神様を礼拝する、もっと言うと私たちの信仰っていうのは一人では成り立たない。一人でも救われます。私は神様を信じてイエス・キリストを受け入れて一人でも救われますけれども、信仰の成長には教会という交わりが欠かせないということをやはりどっか私たちは
知っておかなければならない。いや知ってるのかもしれません。でも日本の教会は大体ですね、つまずきで離れる人たちが多いんです。人間関係で嫌になったりとかですね、多いんです。それと皆さんは教会に何を求めていらっしゃいます？教会の交わりに。何が楽しくて教会行かれます？何かあります？皆さん、はい、うちの教会はゲームナイトとかいろいろありますね。交わりのきっかけとしてありますよね。交わりのきっかけとして、あれご飯が食べられるとか、大体日本のクリスチャンに聞いてもですね、神様ってすごいな、それを確認するために教会行きますって言ったら、あんまり、まあ、いるとは思いますけども、で誰かがいるからですよ。交わりの必要性は大事なんですよ。でもその中でどういう交わりを作るかっていうことです。ある若い人たち、若い兄弟姉妹が多い教会の人たちの交わりに何度か出させてもらったことがあります。で、まあ、外部の人間ですから片隅に立ってその集会の様子を見てるんですけれども、本当に若い人ばっかりでこうもうジャンプしながら元気よく賛美してこうやってるんです。で片隅にちょっとなんかしんどそうな男の子がいたんで、ちょっとこう、まあ、余計な、まあ、おせっかいかなと思います。どうしたのって、もうこういうもんだけど今日ちょっと出させてもらってるんですけど、ああそうですかって、まあ、たまたま外部の人間がいたからということでちょっと本音を、それこそ本音を言ってくれたんですよね。いや実はこんな問題抱えてちょっと今しんどいんですよね。でね、教会の交わり来ても面白くないんです、楽しくないです、だから教会行くのやめようと思いますってこう言ったんです。その教会は非常に元気のいい教会です。賛美も活発です。食事もあります。ゲームもあります。でもその彼が言うんです、いやちょっといろんなこんな問題があってだから教会行くのやめますってこう言ったんです。その彼のどうも言葉の裏側には自分は今ここで楽しめない、ここでここにいても楽しくないから次から教会に行くのやめようというそういう思いです。でもだからこそ教会で祈ろう、神様と交わろう、で祈ってもらう交わりがあったらいいじゃないですか。でもここに日本の教会の一つの問題があるというか、私いろんな教会の若い人たち見ましたけれども、楽しいから教会に行くんですみんな。それは否定できない側面なんですけれども、それだけじゃダメだよということをどっかの時点で分かってもらわないと、御言葉を通して。実は私たちは交わりを必要とする人間であるということなんです。私も大学生の時は勢いのある教会、地方の、関東のある地方の教会のもう教会に行ってましたけれども、多い時で80人か100ぐらい、東京ではなかったんです、地方都市だったんですけども、そこで結構活発な教会だったんです。毎週のように洗礼を受けるものが与えられて非常に良かったんです。でもそこで働いてたのは本当に何人か積極的なリーダーシップを取れる模範となるようなクリスチャンの人たちがいたんです。ところが転勤であったり進学であったり、そういう人たちがポン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 と次々と抜けた時があるんです。そうすると私の先輩の教会であれだけ元気の良かった人たちが次々と来なくなるということが起こった。で年下なのでなかなかいろんなこと言ってもね、反応が薄かったんですけれども、教会来ませんか、教会戻ってきてくださいよって言ったら、やっぱりこう居場所がないとか、いても楽しくないとか、あるいは自分がいてもしょうがないでしょっていう、そういう反応なんですね。この交わりって何だろうかっていうのは、私その頃から思わされたんです。あるいはこういう教会もあります。もう教会でも人間関係じゃないですか。人間の集まりで喧嘩もあるんですよね。神様の教会ってきれい事じゃ済まされない。そのいろんな醜いどす黒いそういったものも教会であって
キリストの体なんですけれども、教会って喧嘩するんですよね、たまに教会員同士で。でそうするとやっぱり来なくなる人がいるんです。誰々さんがいるから私は教会に行きたくありません、誰々さんがいるんで私は落ち着いて礼拝に行けませんって言われる、そういうこともあります。ここに韓国の方いらっしゃいます？あ、いないとね。私あの韓国人の先生方から面白いことを聞いたんですね。韓国の教会でそのあるやある教会で役員会で役員同士ぶつかったことあるんですって。A さんと B さんとしましょう。バーってでいや私たち韓国人ははっきり言います。できつい言葉で罵り合いますってこう先生おっしゃるんです。でガーってやったんですね。でそこに日本人の教職の人がいたらしいんですけれども、その激しい韓国人同士の役員会でのバトルを見て、ああこれは次の週片っぽどちらか来ないか両方とも来ないなと思ってたんです。うわーやっちゃったと思って、日本人の若い教職だったらしいんですけども、そう思ってたんです。で韓国人の先生もそうやって言ってて、大丈夫大丈夫ってこう言った。そしたら翌週喧嘩した人が「姉はせよ」とかつって握手しながら教会入っていったって言うんです。これは気質の問題です。文化の問題ですね。日本人は喧嘩したらそうなかなかそんなことになりますね。もう激しくやっちゃいますと、特にもう激しくやったらもう終わりですよ。だでもそういう教会がどう傷を取り戻して回復して大事なその交わりということを重んじていくかということ、これはやっぱりこう傷のないうちにって言ったら語弊があるかもしれませんけれども、普通の平穏な時にやっぱりこれはくどくど言わないとダメだと思いますね。人間というものは誰かを必要とします。誰か慰めてもらったり励ましてもらったり祈ってもらうということが必要になるわけです。そして神様を自分一人で礼拝をするというよりも、兄弟姉妹と礼拝をすることによってその信仰が深められ確かなものとされていく、それが教会です。これ実際にあった話らしいんですけれども、ある日本のクリスチャンの方がもうそういう人間関係、教会の人間関係に疲れて、転勤でもう地方に行った。それをきっかけに私一人で信仰を持つっていうそういう決心をされたそうなんです。そうするともう日曜日に来て、もう私も教会行きません、家で賛美して祈って聖書読んでっていうこと、それで自分を何とかしますって言って頑張ったんですけど、1ヶ月たち2ヶ月たちだんだんもうそれができなくなるってです。そして偏った考え方になってしまうし、やっぱり寂しくなるし、やっぱり信仰っていうのは一人でなかなか保ち続けることはできないということらしいんですね。で残念なことに日本のキリスト者が 1% をずっとキープしてるということは何か、なぜかということなんです。で私はこれあえて申しますけど、残るキリスト者が少ないということなんです。もう皆さんすでに何度もお聞きになっているかと思いますけれども、日本の教会は非常に教職牧師が足らないんです。どこのグループも牧師が足りません。説教し御言葉を述べ伝えるものが少ないんですけれども、まあそれと並行してクリスチャン人口が増えてないんです。 1% のままなんです。じゃあ洗礼を受ける人が全くいないのか、バプテスマを受けた人がいないのかって言ったら、そんなことないはずなんですよ。いろんな教会でバプテスマの話聞きます。ということは教会から交わりから去っていく人たちがいるということなんです。もうずいぶん前から牧師仲間でこういうことをよく言うようになりました。で、昔教会に行ってましたっていう人が晩年病気に倒れて教会に戻ってくるケースがあるんです。で、お葬式をしてほしいとかいう人がいるっていうんですね。で、それいいことなんですよ。でも 何年離れてたかって言ったら何十年って言うんですよ。つまりその人は若い時に信仰が与えられて悔い改めてバプテスマを受けます。
でいろいろあって離れました、結婚しました、子供もできました。でも晩年70歳80歳になって教会に戻るようになるんですけれども、じゃあ子供たちは教会に行くかって行かないんですよ、行ったこともないんですよ。で冠婚葬祭のお付き合いとして教会に来てくれることはあるんですけれども、教会に対するやはりこう壁が厚いというか、子供たちはお父さんは、うちのお父さんは昔教会行ってて洗礼受けてるけど、いや私行ったことないですからねとな、そういうパターンが今増えてるとか、あるいは死んでから実はあのうちのおばあちゃんクリスチャンだったみたいなんです、でなんか遺品整理してたら教会の主婦がいっぱい出てきて洗礼証明書って出てきたんですわ、でもあの先生のお恥ずかしい話なんですけど仏式で一回あげてしもたんです、おばあちゃん浮かばれますかってこう教会に来る人が行くんですけど、ほんまですよこれ、これあるんですよこれで、いや改めてじゃあやりましょうかということで教会でお葬式を神様の前であげるということもあるんですけれども、残るキリスト者が求められる、そして残って先ほど結婚とかの話しましたけども、自分の子供たちに福音を分かち合って伝えていったら、伝道が外に伸びなくてもクリスチャンは普通に増えていくはずなんですけど、それがうまく構ってないんです。で伝道、家族の伝道についても申し上げなければなりません。家族の伝道、自分の子供たちにどう福音を伝えていくか分かち合っていく、これ大事です。でよく言われるのは信仰の継承ということなんです。あの私の KGK の時の友人というか同僚で大島重則っていう今総主事やってる彼がいますけれど、彼は今いろんなところに引っ張られて信仰の継承ということをこういろいろと力強く語ってくれてます。これあの KGK の仲間たちではこれは当たり前のことなんです。私が救われた、それで終わっちゃダメなんです。私が誰に福音を述べ伝えるか、分かち合っていくか。で友達とかなかなか難しいんですよ。もちろん家族も難しいですけども、でも自分の子供たちには福音を伝えていくって使命があるっていうことも覚えておかないとダメですし、ただ自分の子供たちだけじゃないですよ、親もですよ。私クリスチャンホームじゃなかった、ないと申しました。で母親が3年前にようやく信じてバプテスマを受けてくれました。で私が信じたのは高校生の時ですから、もう随分何十年でかかりました。ずっと祈り続けて、まあ、毎日熱心に祈り続けたわけじゃないですけれども、やはり母親が信仰を持ってくれたことにほっとして神様に大きな感謝賛美を捧げました。で私たちは子供もそうです、上の世代にも福音を伝えるということが必要です。で私がその母親、私がどうやって母親を導いたかっていうのは、別に私大したことしたことじゃないんです。母親にもう80になるやろ、ぼちぼち準備せなあかんでって言ったんです。そしたらそうやなってこう言い始めて、で教会行ってもええかっていうこと、まあ、そこまで長い葛藤がありましたけれども、そういうことですよ。で勇気を出して、ちょっとした勇気を出して、その家族にしか言えない言葉で福音を述べ伝えていくということは大事だと思いますね。でそのための残るキリスト者で、残るっていうのは自分だけではないはずなんです。自分も家族もです。もちろん家族の中に一時的に教会から交わりから離れる人が出てくるとは思います。それは祈り続けましょう。それをまた教会の中で特に牧師や長老の方に一緒に祈ってもらうということは大事だと思います。このレビは交わりを催したんです。祝宴を催したんです。でその祝宴の中でイエス様をお招きして、イエス様だけじゃなくてその主税人仲間を呼んだということなんです。でこのもう一つ交わりから考えたいのは隣人なんですよ。隣人の存在です。レビがイエス様のために祝宴を催した時に、イエス様来てください、食事しましょうっつって、おそらくいっぱいいいもの出したんでしょうね。でもイエス様だけじゃなかったんです。
イエス様だけじゃなくて主税人も来たということは、彼は自分の主税人仲間たちを呼んだということなんです。自分の周りの人たちにイエス様を紹介した、誘ったということです。こういう隣人を意識するということは大事だと思います。でもちろん日本は直接イエス様はねって言ったら惹かれる場合もありますけど、隣人のために祈ることから始めたらいいんですよ。私は所属教会がキリストの教会と言います。この中にマスターシードの方いらっしゃいます。私一緒なんですよ、もともとマスターシード、私もクリスチャンチャーシーですから、で J さんとか知ってますけれども、でこのキリストの教会というグループの中でも 2,30 年前のことでしょうか、ボストン運動っていうのが出たんです。これ異端です。でこれは何、異端というのはどういう異端かっていうと、三位一体っていうのを否定する異端じゃないんです。立法主義の異端なんです。彼らは伝道至上主義なんです。で全世界の人々に、全ての人に福音の別伝えなさい、それを守らないとクリスチャンとしてあかんという団体なんです。でどうするかっていうと、バスに乗ったり電車に乗ったりすると隣で座りますよね。こうやって座ったら、あ、すみません、はじめました、私岸本っていうんですけど、どこどこ教会のもので、ちょっとイエス様のこと知りませんかって、やらないとあかんという教会なんです。仕事で疲れてても、朝遅刻して慌ててても、隣の人に伝道せなあかんんですよ。もう最後ノイローゼになるって言うんですよ。もうこいつらが、もうせへんかったら救われへん、あ、クリスチャンとしてあかんわとかなると。でもで私たちの伝道とかいうのは、救われた喜びからイエス様への感謝からするようなもんじゃないですか。立法じゃない。だから隣人のためにも、ああこの喜びを知ってもらいたいな、このことを分かってもらいたいなっていうことは大事だと思うんですね。そのためにも、じゃあ何をしたらいいか、言葉で伝えるのが難しい、集会に誘うのが難しいならば、祈り始めたらいいんですよ。祈り始めて、誰かの必要の必要な時に、誰かの役に立つ時に祈ってるよっていう声をかけるのか、そういう時教会の先生に相談してみたらっていうのか、そういうことだったらいいと思います。で私は思うんですけど、伝道を隣人に伝道するということのために、私たちはその血の塩、世の光ということが求められるんだなと思います。あ、ごめんなさい、血の塩たとえ少数者であっても、私たちがキリスト者として筋を持って筋を通して生きるということ、その中で社会の中で、さまざまな人間関係の中で、あ、困った時はあの人に相談しようというのが必ず出てくるはずです。そしてもう最後に申し上げたいなと思うのは、私たち最後にこの教会は、私たちは救いの喜びをもっと分かち合わないとと思います。私たちはなんかたまたま救われてるんじゃないはずですよね。神様に選ばれて、愛されて、招かれて、救われて、とてつもない大きな喜びの中に入れられているんです。ですからこの救いの喜びをいろんなところで分かち合えたらいいなと思います。それが私たち自身のさらに喜びが深まりますし、伝道にもなります。救いの喜びです。で、ちょっと待ってください、今日吸ってきたやつをちょっとあるんですけど、私8月に韓国に行ってまいりまして、韓国の姉妹教会、クリスチャンチャーチあるんですよ。韓国もアメリカもたくさんあるんですけど、 J さんはアメリカであるんですけど、日本ではなくて、で韓国にもあるんですけれども、でその韓国で一つ面白いというか大切な話を聞かせてもらいました。韓国にある姉妹教会の老牧師、86歳になるという老牧師をお尋ねしました。その方は北朝鮮の人たちに伝道したいという願いを持ってラジオで伝道されるんです。放送伝道です。ラジオで流すっていうんです。でよく聞いてみたら、北朝鮮の人たちの一般の人たちは朝5時半ぐらいに起きて、そして6時頃から強制労働をさせられる。その着替えの間にラジオで聞
けるようなショートメッセージのプログラムを送ってるって言うんです。で、脱北した人の中でその牧師を訪ねてきてくれて、私は先生あのメッセージ救われましたっていう人も現れてるって言うんです。で、その先生はもともと朝鮮戦争の時に北が南に攻めてきた時に牧師だったお父様を失ってるんです、まあ、殉教してるんです。ソウルが北に落とされて北が占領した時に人民裁判が起こってとんでもないことがいろいろ起こったらしいんです。で、牧師であったお父さんも真っ先に捕らえられたって言うんです。で、ご自身も捕らえられたって言うんです。17か8だったって言ってます。で、若い人は捕らえられてどうするかっていうと拷問を受けて洗脳教育させられたんです。つまり共産主義が一番いいんだと、お前は南に育ったけれども北に改心して南のためにアメリカのためにアメリカと共にアメリカに対して戦えってこういうそういう教育を受けるって言うんです。でもそれが嫌でもう拷問を受けてももう拒否してで何とか逃げ出したっていう先生なんです。でもう、トイレのもうボタン便所のそのとこからその先生小柄だったもんで、そこから潜り込んで逃げてピストルで撃たれながらも逃げていったっていうそういう経歴の持つ先生で、その先生がやがてアメリカに行って学んで牧師になって帰ってきた時にその北朝鮮の朝鮮戦争で孤児がたくさんいたので孤児院を初めて教会と一緒にこう活動してきた人なんですけれども、お父様が北朝鮮に殺されてるんですけれども重荷があるって言うんです。え、先生待ってください。お父様は北に殺されてるんですよね。先生ご自身も命狙われましたよね、拷問受けて。でもその北のために重荷があるんですかって。あるってこと。なぜならば私はイエス様に救われてるから、この救いの喜びをいろんな人に伝えなあかんってこと言うんです。で、その先生は北朝鮮と中国の国境に人を送って脱北してくる人に福音を伝えるという働きもしてるんです。で、その中でこういう写真を見せてもらったんです。これイエス様の像です。これ写真大きく伸ばしてますけど、だいたいこれぐらいです。実際はこれ見せてくれたんです。何ですかって聞いたら、これは北朝鮮から脱北したクリスチャンが持ってきたイエス様の彫刻だって言うんです。これ笑ってるの分かるだろうってこう言うんです。で、北朝鮮から脱北したクリスチャンはこう言ったって言うんです。なぜ私が笑ってるイエス様の彫刻を持ってきたのか。私の国では笑うということがほとんどありません。でもイエス様だけは全てのものに打ち勝って勝利して私を導いてくださっているイエス様だけは笑えるんです。ですからそのイエス様の笑い顔を見て私は励まされました。で、私がここに逃げてきた脱北してきたのは北朝鮮にもクリスチャンがいるということを覚えて祈ってもらいたいからですというお話をされたんです。私は救われて永遠の喜びを持ってクリスチャンとして生きているんです。そういう人間がいることを覚えて世界中の人たちに祈ってもらいたいから、私はこのイエス様の笑い顔を持ってクリスチャンであることを証明したいがためにやってきたんですっていう人だったんです。私はそれを聞いてものすごく感動を覚えました。イエス様のその救いの喜びを持つということはどんな困難の中にあっても私たちに生きる希望を与える、私たちに喜び、その生きていこうという力を与える、そういうもんだということを教えられました。それを私たちはどう分かち合うかですよ。で、実はその後のエピソードがあって、その脱北した北朝鮮のクリスチャンは帰っていったんです。で、帰るで引き止めたらしいんですけど、いや私帰ります、なぜならば北朝鮮にはまだイエス様のことを知らない人がいるからなんです。私は先に救われた以上その喜びを伝える必要がありますって言って帰っていったって言うんです。私はその方にお会いしたことありませんけれども、その方のお姿を知って教えられた、非常に感動いたしました。で、私たちもまたこの救いの喜びを担いながら何か使命があるのではないかなと思います。今日はこれぐらいにさせていただきますけど、ありがとうございます。岸本先生、本当にありがとうございます。岸本先生はその尾崎聖書学院で特に
印象になった時はそのそこで学ぶ日本人はすごく少なかったと思います。でももう今頃は何人？12名ですね。12名。私入ったと、私学院長になった時1名でしたけど、はい、その12名はまだまだ少ないです。でも100名が与えられるように祈りましょうありがとうございます日本の将来の牧師たちになりますので、はい、じゃあ本当にありがとうございました。一言だけお祈りさせてください。父なる神様、今日の学びの時、交わりの時を感謝いたします。それぞれの教会であなたが働かれておられます。イエス様の福音が分かち合れ語られております。どうかそれぞれの教会での働きを神様が豊かに用い祝福してくださいますように。ここにいらっしゃるお一人の働きを祝福してください。あなたが共にいて支えお守りくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。